今日はタラのご飯を食べたいと思います。材料はタラにしめじ、人参、白菜を使います。野菜をミニチョッパーでみじん切りにします。細かくなりました。はい、タラを茹でます。はい、みじん切りの野菜も茹でます。はい、タラのご飯完成です。じゃあ、りんちゃん、かいちゃん混ぜてから食べたいと思います。